忍者フェイスカバープレゼンツ BJJ ウェブ、はい、橋本です。はい、ハイパーフライジャパン成田です。はい、ということで、もうねスポンサー変わったということで、前のスポンサーの時だとね、そのハイパーフライの名前が出せないということだったんですが、もう今はそういう道着ブランドも、縛りがなくなったので、ありがとうございます。ハイパーフライプレゼンツではなく忍者フェイスカバープレゼンツということで、はい、ハイパーフライの支店長も来てくれることになりました。今日のお題は3つです。まずは、ブルテリアジュニア総括、そして ART 最新情報、そして最後にハイパーフライ最新情報、この3つでお送りしたいと思います。スタートウォーキングライクマーリー、まずはじめにコパブルテリアジュニア総括。はい、ということで、4月の16日、千葉県浦安市の、浦安総合体育館、改めバルバドール浦安アリーナ。あ、その名前、あ、名前変わったんですよ。バルバドール、パルバドールだから、なんだか とりあえずなんかかっこいい名前になりました。で、開催しましたブルテリアジュニア、ブルテリアのキッズ大会ですね。もうあのコロナ禍以降ブルテリア主催の大会がないんですが、このキッズ大会だけは去年も開催して今年もやったという感じ。去年は無観客で、今回は観客入れてもう声出し OK みたいな感じでやいのやいのやって、結構盛り上がりましたね。で、この大会だけが、要はIBJJF ルールを使っている JBJJF、SJIF ルールを使っている ASJJF ということで、大会の道着、今ね、いろんなところで話題になってます、道着、白、青、黒だけみたいな、しかも、なんか、紺色はダメだとか、青色がバラバラに見えるとか、なんか結構ざわざわしてる中、はい、このブルテリアジュニアだけがフリー、何着ても OK、色も大丈夫ってことですか。だから、クンピーの道着着て。クンピーいました。あ、いいのと思って、確かにと思って。いいですね。で、そういうようなで、まあ、縛りがない大会で、今無観客でやってるところもあるし、で、あとやっぱ声出しが NG だったりっていうのもあるしっていうところの中で、うん、そういうのが撤廃された大会です。それだから、やっぱこれって要はブルテリアだから、ムンディネロの主催だから、要は連盟主催ではない大会、うん、だからそのブル、ね、極力はブルテリア坂本さんが OK なら OK みたいなところだから、坂本さんルールでやったのがこの大会、まあ、非常に良かったと思います。で、今回は2面でやって、はい、まあ、最初だけちょっとバタついたけど、なんだかんだで6時間がっちりやって、で結構100試合までいかないけど80何試合ありましたからね。 A1 マット80何試合、80ちょっとあったり、ね、トータル200人ちょっと出てるんじゃないかな。で、今その JBJJF が年に1回全日本キッズやってるよね。で、それは IBJJF ルールのキッズ大会、はい、で、今ちょこちょこやってるのは、ASJJF だったり SJJF だから、エストンだったり森田会長がやってる大会っていうのは SJJIF ルールだから、ルールが違うよね。で、その IBJJF ルールでやってるのは全日本キッズ年に1回しかやってないから、ということは IBJJF ルールを使ったキッズ大会ってあんまないんだよね。あ、で、このブルテリアジュニアは道着の色は自由だけど IBJJF ルールでやってるから、要はアドバンテージあり、レフリー判定ありみたいな大会をやってるのはこの大会ということで、ちょっと貴重な大会だったんじゃないかなと思っております。で、最近はね、ノブシの松村君が大会キングオブキッズなんつって KOK ルール、 KOK ルールなんかちょっと分かんないけど、キングオブキッズやったり、天皇誕生日杯とか、ちょっとグレーなネーミングの大会をやったりしてはいますが、それでもちょっとキッズ大会がちょっとにわかに盛り上がりつつありますね。まあ、非常に良かったですね。去年にやった時に、要はコロナ禍明けの大会みたいな感じでやって、その時にもう、まあ、その時は仕切ったりして無観客でやったからあれだったけど、今回は本当ありありルールでやったから、もう観客あり声援ありもうありありルールでやったから非常に盛り上がりましたね。キッ
ッズの声援はすごいです。そう、あのね、キッズはね、やっぱ成長早いから、本当もう半年見ないと結構でかくなっちゃって、あの声変わりしちゃったりして、声変わりし、あ、そうだっけみたいな。いや、結構あの本当だ、帯色も日本って、はい、日本とかあの普通のお寺って白青黒茶じゃん。はい、でやっぱ一つの1年とかやるじゃん。うん、はい、1年2年やったりするから、そんなにしょっちゅう買うの、え、もう帯上がってんのって、なんか要は白帯に、あの黄色帯に白線が入ってたり、はい、黒線が入ってたり、で、あの灰、黄色、オレンジ、緑で青になるんだけど、でその黄色のただの黄色帯じゃなくて白線が入ったり黒線が入ったり、あ、はい、結構ちょっこあのちょこ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 帯色が変わってたりして、まあもちろん成長期もあって体重が変わってたりで、年齢カテゴリーもいっぱいあるし、だ本当に、追い切れないところはあるんだけど、であとはその子供たちっていうのはやっぱあの誰々の子供とか、はい、っていう誰々の妹みたいなの結構多いじゃん。で今回はって言えばその高亀くん、タトルの、はい、高亀ジュニア出てましたね。じゃあ向こうからそう、熊本からはるばる、一応3試合勝って優勝したかな。けどね、あのすげえ手堅い、あのポイント相当取るんだけど決めないみたいな。あ、冒険はそこまで。そう、なんかあの前に残り10秒とかでなんか逆転されて負けたトラウマあるらしくて、超手堅い試合だったよ。あの親父譲りの無断充実で結構ね手堅い試合やってました。決めのない、あの手堅いポイントで勝つみたいな、けど大差のポイント取ってんだからいいんじゃねえかなと思ったんだけど、やっぱそこら辺はもうどうしても今回勝つってことで出てきたみたいです。そうですね。そうで、あとはね、まあ、個人的に言えば、ね、いつもの諏訪雄貴さん、俺の、はい、キティ仲間、はい、であの子がだからついこの間まではヘナートのね、三女、末の末っ子の、あのマリアナ香里との3連戦やって3連勝してるじゃん。諏訪雄貴ちゃん強いなっつって、いつもあの勝つと来て、はい、で写真とかしてるんだけど、で今回は、はい、そのキングオブキッズの女子大会で負けたんだって。やっぱそれ、やっぱすげえ遠くでやったから俺も行ってないから見てないんだけど、はい、その試合で負けたってことをリマッチだったんだよ。はい、おー、いいですね。で今度はリベンジだって言ったら、はい、負けちゃって。あ、負けちゃったんですか。負けちゃって負けて泣くみたいな。いやちょっとね、だから本当はだからあのキティちゃんのね、あのティラミスちょっと勝ってたんですけどね、勝つと来るからあげるんだけど負けると来ないみたいな、拗ねちゃってるのか何なのかで泣くんだよ。やっぱ泣くんだけど、やっぱつらいな。だけどそう言って負けをして勝ちを知るというか、だからマリアナ香織なんてずっと負けて拗ねちゃってるぐらいなわけじゃん。その気持ちが今回分かったんじゃないかなみたいな。だからより強くなるために必要な、いや必要だけど、いや子供が、あの男の子がやっぱ前な、青木マノアっていうちょっととっぽい子供いるんだけど、あれ負けて泣いてたんだけど、あの男がなくても負けて泣いてんじゃねえよって言って一括られるけど、女の子にやっぱそれ言えないじゃん。嫌われちゃうかもしれない。いやいや、まあそういうのも、まあ男がさ負けてなく悔しいで、じゃあまたやり返せってなるけど、女の子はそこまでして自由とやらなくていいんじゃねえ、ねえかなっていう気持ちになっちゃうんだよね。下手したらそれきっかけでやめちゃうかもしれない。ね、だからそう、何がきっかけでやめるかもしれないから、なんか下手なこと言えねえなと思って確かに。そうだから、あの物あげるぐらいしかないわけさ与えることしかできない。そう、なんかね、それね、思ったよ。諏訪雄貴さんね、ちょっとずっと勝ち続けてたから、やっぱ負けると泣いちゃうんだみたいな。折れないでほしいですね。いや、あのね、負けた瞬間のね、あの切なそうな顔はなかったですねちょっとかわいそうだ、かわいそうって言っちゃあれなんだけど、いや、もう勝った子は強かったよ。で、勝った子はね、本田さん、そう、近藤のぞみさん、で、この子はね、柔道と柔術やってると。おー、で、結構あのやっぱ強くて、だから2連、あの要はそのこの間の多分3 2月とか3月にあの負けて、で今回リベンジマッチって、やっぱあの何ヶ月かの間でやってるんだけど、この子はやっぱ柔道と柔術でやってるから、中学行ったらもう柔道に専念するみたいな。あ、柔術ではないですね。そう、だからあと1年2年ぐらいでこのライバルストーリー終わるわけですよ。で、マリアナ香織はヘナートの娘だからずっとやるじゃん、はい、多分永遠にやると思うんだよね、はい、
でやっぱあの春美歩美香里のこの3人でインファイトを継ぐと思うんだけど、はい、近藤さんはもう中学になったら柔道に専念しますみたいなってなってくると、このストーリーは諏訪優希さんを軸にした香里とのやつ、その近藤さんとのやつっていう、この3人のあの軸がもう抜けちゃうからね。だからその間に勝てるのかっていうところを注目。結構な大差で負けた。いやちょっとダメでしたね。したからね、だから諏訪優希さんは香里とやった時は香里引っ込むから上から攻めるんだけど、今回は下から攻めて何度か三角に入るんだけど、入る要はクラッチ行く前に潰されちゃうみたいな。いや結構それでね、頑張ったんだけど負けちゃいました。負けちゃいましたか。いやでもまだ1年見られるわけですね。まだ1年2年は今何歳なのかもちょっと俺も知らないんだけど、そうこの中学小学校の間だけの期間限定のライバルストーリーですよ期間限定の。いや分かんない、だからどうなるか分かりませんよ本当に。で分かんない、その近藤さんと香里がやったら香里が行くかもしれないじゃん。ああ相性が、じゃんけんで、じゃんけんぽんのこの3人の、はい、この三重士が、黄色帯三重士がちょっと興味あるところですよ。いやこれはね非常に俺は面白かった。気になりますね。面白かった、これは良かった。であとはね、やっぱ最近出てる子たちがやっぱちょこちょこ出て勝った負けたしてて、でやっぱりそんなにね子供だからそんなに目立った子たちはいないんだけど、まあみんな元気にやってましたよ。でやっぱこの本当誰の子供みたいな、この大会で圧倒的に勝ったってこうやっぱ俺も名前覚えるんだけど、でちょっと前までそのマロンはずっと勝ってたのに、勝って表彰台でウサイン・ボルトポーズするみたいなそういうちょっとちょっととっぽい感じのやつなんだけど、最近負けちゃったりしてるから、だからやっぱそういう風に波はあるよね。でそういう風にずっと勝つとこが負けちゃうと嫌になってやめちゃったりするのかって、だからやっぱりそのまま勝ち負けを経て続けていってもらえればいいんだけど、だからあんまり子供はね勝ち負けでよりもなんか元気にやってくれればいいなと思うんだけど。あそうですよ、なんかいますもんね、いろいろ。そう小学生のこうスポーツ大会で、そう、あそうだから柔道で勝たないと価値がないみたいな、いやそういうことでもないと思うし、やっぱ柔術はね本当本人がやりたくてやってるパターンと、やっぱ親がやらせてるパターンがあるわけじゃん、はい、でそういうふうに親が柔術やってたりするから、じゃあ自分の子供もやらして、でやっぱそのすごい熱心にやられてる方もいると思うんだけど、で子供がでいやいややってるのか、でやりたくてやってるのかっていうところを計り知れないからで人んちの子だしあんまり変なこと言えないしまた怒られちゃう。そうまあいろいろとありますから今でこそねちゃんと子供の大会とかもちゃんと見てますが、前はねデコピンとかしてましたから、ね、本当に食べちゃったりしました、ね、そうでやっぱ子供はちょっとぐっやっぱそういう感情があらわになるじゃん、うんはい、勝ったら飛び跳ねて喜んで、負けたら泣いて体育座りしちゃうみたいなやっぱそういうのを見るとね、ちょっといいなとも思う反面、ちょっと切ない気持ちにもなる、この春の昼下がりでしたね浦安で、いや諏訪優希さんね負けちゃいましたからね。いやだからずっと勝ってたから、ずっと勝ってた子が負けるってなるわけじゃん。で急に出てきたその近藤のぞみさんみたいなのが、やっぱ近藤のぞみさんってやっぱ柏のパルサル千葉ネットワークだから、うん、やっぱ東京の大会とかじゃなくて、やっぱこういう舞浜とか柏限定、はい、要はその地域のチャンピオンみたいな、はい、そういう感じなんだよね。で諏訪優希さんってほらエキストリームAPなんだけど、はい、だって俺だって最初に見たのって愛知の大会だもんね。へえ、あじゃあもういろんなとこで、そう愛知に行ったり、でこの間駒沢行ったり錦糸町行ったりで、はい、結構あちこち出るんだけど、その近藤さんはやっぱ多分舞浜ぐらいがギリギリなんじゃない川越えたらもう出てこないような地域の人だと思うのよ。江戸川越えられない。そうだ、その松村君がやってる大会でやったり、今回もほら舞浜だから千葉県じゃん、まあ、千葉県の要はテリトリー的な千葉の帝王というか、はい、AWA というバーンガニア的なねAWA に行ったらこいつが強いみたいな。それで諏訪優希さんもフリーランスだからあちこち行っちゃうっていう感じのこのストーリーなんで、だからこの子の試合が次どっかで見れたら
またどうなるのか。でしたらだって今2連敗じゃん。この間の香織だって2連敗してるので3回目の試合だったわけだから、今度も今2連敗してるじゃん。で次3回目の試合がどうなるのかってところを見たい。あれそれこそじゃあ JBJJF の全日本キッズ、全日本キッズいつやるんでしょうか。いやこれは結構ね俺の中ではね黄金カードだと思いますよ相当にいいですね。いい感じだったっすよ本当に。これはねやっぱこういうのはねあのいいですよ。子供のあのじゃあ成長で多分半年違ったらかなり変わってくると思うんだよね、うん、ああまだこのぐらいの年齢だと。そうそうでしょうね。でやっぱりその女の子っていうのもあるし、で途中でねあのまあけど柔道柔術やってるってことだからそうそうやめないと思うんだけど、うん、けどあのちょっとね昨日聞いた子供だったら小6ぐらいになったらお受験があって。あそうですね、そうお受験で離れちゃうこともあると思うし、まあそういうのもあるからね。ちょっとねこれは気になりますよ。このこういうような子供のやっぱ成長度合いの見るのもそうです。そうその中でもちょっと俺がほら結構顔と名前が一致するこのうちの一人だから、はい、やっぱそこで勝ち負けがどうなっていくこの勝敗で、あとはマリアナ香織もそこに入れてほしいこの3人ともえ戦三重視ですよ。これはじゃあ映像もありますよ。 あるんですか。ありますよ。これはね近々あけるちゃんとその佐々木さんはねちゃんとあ近藤さんだ。近藤さんをちゃんと試合後コメント取りましたからバチッと取って、はい、あのみんながそわそわする。そう勝ったらそわそわし始める。あの試合後コメントそうやりますよちゃんとバッとちょっと取りましたから今回ね本当結構ざわざわしてたからね あんまりちょっと俺も声かけれなかったうちの何人か本当何人かしか声コメント取れなかったんだけど、で結構ねだから今までバンバン決まってたのがやっぱ子供の試合もレベルが高くなってて決まんなくなってきてんだよね。で決勝戦で1本決めるとコメント取ったりするんだけど、で今回そのパトスタジオの子もすごい2試合連続1本勝ちで、優勝した子だったり、こういうそういう人に勝ったその女の子だったり、本当あとはそのいつもの塩杉内さんの娘、はい、もうあれ もうバチッと決めて勝ったりして、やっぱそういった子たちの活躍ぶりはねこれからもジュースプリンスとか俺の個人チャンネルの方で、配信していきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひ。ハイパーフライだってキッズの道着あるよね。実はあるんです。キッズ道着だって着てる子いたもん。あ、いましたか。いました。でもしっかりされてる方が海外から入れてるパターンも多いですね、うん、あ、ほんと。あ、まあ、ジャパンがちょっと最近ジャパンがちょっとそうですね、まあ種類限られてるのもあって、うん、まあそうですね。だってハイパーフライジャパンにもキッズのスポンサー選手いましたよね。いました。はい、はい、でけどその子もちょっと離れちゃったもんね。今離れちゃう。そうやっぱこうなっちゃうからね、まあだからそうなってくるから本当やめないでほしい、まあ、続けてもらうっていうのが一番大事なことですよね、うん、でも本当こういうところが非常に良かったコパブルテリアジュニアでした。はい、またこの大会もね、定期開催していくので、また来年も同じ時期に春にどんな戦いが行われるのか今から楽しみにしたいと思っております。はい、では続きまして ART 最新情報。はい、エイジソン籠原会長の ASJJF 主催のプロ柔術ART4、 もう4回目になりました。で7月2日に、東京代々木のミュート音楽院ホールで開催されますということで、今まで、結構いろんなことを、やってきた中で、今度はもう4回目ってことで結構気を熟してきたんじゃないかなと思っております。そこで新たな参戦選手発表したいと思います。新たな参戦選手、石黒翔也。もう石黒翔也ですよ。 KIT じゃねえ、 ART の旗揚げの、メインを占めたのがこの男で、石黒翔也ね、その ART1 以来の凱旋で、もう今や大会嵐、もう出ては勝ち出ては勝ちで、まあもちろん ART1 も、決勝戦ね、一瞬で勝って一本勝ち、米倉選手に一本勝ちしました。でその後には、まあ、最近で言えば、極みグラップリングで勝ちました、はい、
その前は、アンライバルト、アンライバルトも勝ちました。あの因縁のサルタ、サルタ戦でバチッと勝ちました。えっと、あれ引っ込むとね、ペナルティになって、え、大丈夫かみたいな。けどそこでやっぱ呪術家ならではの下から決める、それを決めてバチッと勝った。さらに海外でシドニーオープン優勝、やっぱ海外大会で、勝てる男で、国内敵なしです。もう国内で負けてないんじゃないですか、黒帯になってから。そうです、だからそんな感じのこの石黒翔也、プロ大会は出るわ、海外大会は出るわ、それ勝ちっぱなし、勝ちっぱなしの決めっぱなし、決めまかり勝ちまくりの石黒翔也がもう ART1 以来の凱旋出場と決定しました。もうこれは文句なしのメインじゃないでしょうか。はい、支店長どんなイメージありますか。いやでも勝ちっぱなしは、そうですね、アンライバル、確かにあれはすごい。そう、アンライバルの時ってあの俺らがあの全日本マスターやってたからちょっと行けなかったんですけど、それは支店長が、はい、特派員として行ってくれました。はい、行きました。あのだからあの試合はすごいテーマがあったよね、はい、前に、チャオブの時の試合やってたのかな。で、でその時にそのやっぱサルタ選手ってやっぱシュートとか MMA をやりながら柔術をやって、その時は翔也、石黒翔也とやっぱ柔術やってて、そこで負けちゃったからなんだよっていうのがあったんだけど、その数年間を経てきっちりと生産しましたよ。シリーズベンチでしょ。いやあれはで、しかも前回は柔術で義を着てたわけじゃん。でどっちかというと石黒翔也寄りのルールだと思うんだよね、はい、けど今回っていうのはあのそのアンライバルの試合っていうのは農技なわけじゃん、はいはい、で MMA は気を着ないわけじゃん。だからそうなってくるとやっぱ石黒翔也の方がやっぱちょっと相手に寄ってるというか、うん、相手寄るというかというような、しかも引き込み2ポイントみたいな、まあ、MMA 有利な、そう、引き込みペナルティー入っちゃってでなってくると、ちょっと呪術家は決めないとかっていうのは引き込んだのね、うん、っていうようなところの中でそのテーマのある試合をきっちりと勝った、はい、どうですか試合。いやあのすごかったです。うん、あれは、まあ、僕的にはサルタ選手も応援して、あ、そうだ、サルタ選手ハイパーフライなんですよ。そうなんです、そうやってみるのそうでした、はい、ちょっと写真撮りたかったなっていうのが正直なところですね、うん、はい、いやそんな石黒翔也がもうこれって石黒翔也のタイマーがある相手ってなかなか見つからないんだよね。でやっぱこういうふうにプロマッチってなるともうこの人とやるってなるわけで、確実にもう1対1ってだからこの人でやるってなるから試合をやるかどうか、だから石黒翔也も誰が来ても OK ですみたいな、もうドーンと構えてるんだけど、石黒翔也どうですかって、いやみたいなそういやなるじゃん、おいやもう生贄ですかみたいなっていうような人がいるのか、それでも石黒翔也やってやる、首かきってやる、石黒翔也決めて俺がスターダム持ってやるっていう人がいるのかっていうようなところ。そして IBJC アジアの1週間前、まあ微妙ですよここで怪我したら本業に支障があるというか、そうですね、ここに勝ってもそんなにうまみはねえんじゃねえかみたいな、でなんなら決められて怪我したら IBJC 出られませんみたいな、ええー、みたいな、そのアジアなんてそれこそ3年ぶりですよ、3年ぶりで2019年以来だから、20年、20年、22年やってませんからね、2023年でやる大会に出れなくなる可能性があるみたいな。だからそうなってくるとちょっとあの対戦相手がどうなるのかっていうのも含めて、これも注目なんじゃないでしょうか。あの水面下では対戦相手もあれですか、今調整中では。そうですね、一応ね、あのいやもうだ選択肢がないのよ、ルースターライトフェザーでしょ、で石黒翔也で、今回はその1週間後に、IBJC アジアにライトフェザーが出るから、やっぱライトフェザーでやりたいってなってくると、あのルースターの人が階級を上げるのかってなってくると、フェザーの人に合わせて石黒翔也を上げてくれるのかどうかっていうのもちょっと相談だと思うんだけど、まあ、アジアだと、アジアに近いとなるとあれですか、海外組、海外の選択肢っていうのも泣きにしまわらずないですないですか。それはなぜかって言ったら、やっぱ ASJGF の戦績がないと出れないっていう、これがネックが、縛りがあるんですよ。で俺だったらさ、ほら、じゃあエントリーしてる人はちょっと1週間早く来て出てくんないみたいなことだけやってればできるんだけど、やっぱそういうのがないんですよ。でこれがちょっとあのマッチメイク あのしんどいところで、だから逆に言えばその ART に出たいがために逆算して、あの白木アマゾンはあの
ART 出るためにあの ASGF の大会出て実績作ったじゃん。そういうのがあるから、で逆にだからそこを飛び越えてってなっちゃうと、そういう人たちがいるからちょっとそこは難しくなっちゃうね。ってなってくると本当候補は絞られてると思いますよ。本当に少なくなってきちゃうんで、そこはどうなのかっていうのをちょっと、交互期待というところで、これが7月2日行われますね。あとは、森戸慎二選手、ビクトル・ロドリゲス、はい、あ、それもあれですね、決まってる、はい、藤田博史、はい、そして白木、アマゾン、大輔、タイ、高本博一、これも決まっておりますということで、結構だからその高本さんもそのアジアに出るから、本当はアジアにミドル出るから減量したくないんだけど、白木アマゾンでやりたいからってまずライトに落として、ここでやったらミドルに戻すみたいな、でアジアに向けてみたいな、だそういうような駆け引きというか、でこれもあの高森さんが結構譲歩してくれて組まれたカードなので、だから本当ね、結構難しいと思いますよ、本当にこのマッチメイクって。で俺 KIT だったら、まあ、実績さえあれば、全然いきなりポンって出てくるっていうのはほぼないじゃん。で大会で勝ったら、じゃあこの選手勝ってて、この大会で勝ってたから、この大会で勝ってるこの人でやったらどうだろうみたいな感じで組むから、あれだけど急にポンって出てくるような感じはないから、あれなんだけど、それが ART っていうその世界観の中でやってる大会だから、で逆に言えばその石黒翔也はプロ大会しか出てないって言ってないんだけど、やっぱそういうところがあるから、本当ASJJF の主催大会で、ルースター、ライトフェザーでフェザーぐらいで実績がある選手っていうのはそんなに多くないんだよね。一人ずつ消していく、もうしらみつぶしで当たっていくというか、だから ASJJF の大会自体もそれからあんまもうないので。あ、そうですか。そうなんですよ。だ5月に一応あの東京インターナショナルみたいなのあるので、そこで勝ったりして、勝った選手とかがいればね、滑り込みがあるかもしれない。じゃあここで実績を残してくれれば全然抜擢もあると思う。それはまだ間に合いますよ。で5月の12、13だったかな、東京墨田区の、墨田区総合体育館で、行われる ASJJF 主催の東京国際、ここで勝ったりなんだりすれば2日間渡ってこのまま土日で、すごい。そうなんですよ。いやこの間の大会だって、駒沢でやってますからね。駒沢オリンピック公園体育館でも朝から晩までやってらっしゃる、すごかったんですから本当に。でそういうのもあるから、結構本当大きな大会にはなると思います。でそこで勝った負けた選手がいれば7月にやる庄屋チャレンジみたいな、もう石黒翔也はもう帝王ですから、もうドーンと誰かっていう、いやこいつは嫌ですみたいなこと絶対言わないような男ですよ。もうドーンともう構えてますよ。若き日本を代表するエースの一人だと思いますよ。海外で勝てる選手はそうそういないですからね。ってなってくるから、これはどうなんだってところも含めて、これはぜひぜひ、対戦相手も含めて、注目してください。7月2日東京代々木のミューズ音楽ホールで開催の ART4、 これはね観客あり。あ、ありですか。またチケット5万円なんでしょうか、どうなんでしょうか、ちょっとそれ分かりませんが、あとは配信で見ていただけますのでね、座席の方はね、本当5万、前回は5万円で、10席だったかなぐらい作ったんですけど、けど何席売れましたから、やっぱ見たいっていう方いたら5万円で、ね、見てもらえるがお高いんですが、はい、ちょっとそれはそれで、けどどっから見てもすごい間近ですからね、すごいいいと思いますよ。これはこれでいいと思います。で7月2日で配信やりますから、こちらの方でバチッと見てもらえれば、面白いと思います。ART4 よろしくお願いします。Ninja Face Cover。 では最後に、はい、ハイパーフライ最新情報、まあ、最新情報というかオープンマット開催と、はい、この、話題で、支店長来ていただきました。今日も来てます、俺もハイパーフライ、はい、はい、これちょハイパーフライですね、はい、ハイパーフライね、もう今皆さん知ってるじゃないですか、 You can teach a heart なんつってね、ハイパーフライジャパン設立メンバーの一人なんですけど、俺もそう思えばハイパーフライジャパン作ったら俺ですからね、もともとは。そ
そうですね、立川のセンター時代ですね。そうです、あの VHTS ジャパンだって、もともと俺が、ね、代理でやってたんですよ。いや今どこ行ったんだって言って、もうどこ行っちゃったんでしょうか、分かりません。今はその座を支店長に譲り渡し、で前は俺もほら VHTS のアンバサダーやってたら切れなかったけど、公約 で、ね、今公約もフリーランスなんで公約で切れるっていうことで、明日は J フットみたいな、 J フットみたいな、はい、でこういうのやってますよ。これいかがでしょうか。これはムンジアル T シャツですね。そうですね、あの会場でこれ売ってたんだっけ。いや、これ販売してなかったですね。このこれだ、あ、そうですね、2022年なんで、あのブースを確か出してなかったと思うんですよ。あ、そうだっけ。2022はなので、もう本当選手か一部関係者に、だってもらえなくて、ブーブー、僕もらえなくて、はい、ブーブーって、なんだよ、俺支店長なのにみたいな支店長、あ、これ持ってないんだっけ。いや、事務所でもらいました。あ、そう、でそれブーブー言ったんだよね、くれよみたいな。危なかった、最後に決まっちゃったもうやめようかなと思いました。こんなんならピアさんの元に戻そうかなと思いました。恋は営業所になっちゃうから、恋は営業所も困りますから、戻されても困るって言って、はい、はい、そのハイパークライジャパンがなんと今回企画を作りました。はい、何をやりますか。はい、ですね、まあ、カルペディウムヒロさんの協力のもとですね、はい、コンマストイベントを、4月29日土曜日、はい、祝日ですねに開催します。はい、はい、あの、カルペディウムヒロ、ね、もう最近あの女子練習会やったり、ね、この間も、そういうなんていうんですかね、要は人が集まる機会があるっていうのがいいですよね、うん、で今すごいインバウンドですごいあの外国人客もいっぱい来てるし、なんか最近受付にトライリンガルの女子がバイトで入ったと。あ、そうなんですか。日本語、英語、中国語喋れる女の子が多いですね、入ったっつって。充実もやってる、やってない人らしいです。あ、やってない人で、ただの、看板カウンターガールがいるっつって、なんかすごいなんかあのにわかに活気づいてるカルペディウムヒロで開催するハイパーフライのオープンマット、はい、でやっぱねハイパーフライの今のねエースはホベルチ小田ですよ、うん、もう今ハイサムね、もうアメリカ帰っちゃいましたから、もともとエースはハイサムだったけど、ハイサムはハイサムってアメリカでよろしくやってるよね。いや、なんかハイサムもなかなかじゃないで、ハイサムだって入れたら俺だからね、本当に本当に結構俺きっかけで結構いろいろやってんだけど最近ないがさみされてますから。いや、でハイサムが、あ、これはもう あれだけど B チームに移籍したんだよ、うん、はい、B チームっていうのはクレイグ・ジョーンズ、そう、クレイグ・ジョーンズがやってるチームにハイサムが要は大物移籍みたいな感じで、うん、あそこに入ってあまたがっつりやるみたいな感じで、はい、だからそのビッグネームが入ったぞみたいなニュースになってたからね、はい、でそんなだからハイサムだったら ADCC でねサイボーグステロイド野郎に一本決めちゃうだからハイサムナチュラルですからね。ステロイドはいつも怖い怖い言ってますから、長生きしたいですっていうね、長生きしたいってずっと言ってますからね。でナチュラルハイサムがその細胞を決めちゃうみたいな、はい、でそのハイサムはだってアメリカで今は本社ともう通通ですからね。いや、そうなんですよ。だからもうなんかつうとハイサムがなんか来てこんなポーズちゃう、はい、なんか遠く見ちゃったりして、はい、なんかハイサムがハイサムモデルのラッシュガードまでキリンさん、はい、キリンさんが好きです、はい、ゾンさんのほうかも、もっと好きですっつって、あれキリンさんモデルのラッシュガードもだってハイサムモデル個人モデルが出るってなかなかないよね。いや、ない、多分キーナン以来じゃないですか。ねえ、私はキーナンのキャプテンアメリカドームがありましたけど、だからあれそうだけど、そのキーナンって今もうハイパーファイじゃないですからね、はい、それ以来の、だからもう今本社のお気に入りですよ、うん、ハイサム以来の、まあ、もうハイサムも今アメリカ枠、本社枠なんで、はい、ジャパンのエースはホベルチョウだ。なのホベルジョダが所属しているのがカルペディウムヒロ、はい、ここでドカンとやるというこのイベント、オープンマット、どんなことやりますか。まあ、そのホベルジョダ選手だったり、うん、あと、まあ、こっちでサポートしている、うん、まあ、山中健也選手だったりとか、はい、まあ、他にも声をかけてはいるんですけども、うん、まあ、そういう選手たちのちょっとミニテクニックセミナーじゃないですけど、うんうん、とかもやりつつ、あとまあその交流深めるためのまあオープンマット、スパーリングタイムみたいなのも設けて、プラス今、本社から日本未発売のアパレルアイテムを手配中です。おなので見繕って、はい、おいいじゃないですか。カースティングが見繕って、お
はい、いいんじゃないですか。 あれなんですよ、あのハイパーフライってジャパンはあの本社で売ってるもの全部じゃなくて選んでんだよね。そうですね。でいくつか選んで、だってあの結構ロットが結構あの多いんで、はい、あの注文数がだからもう全部入れたら大変なことになっちゃうから、だからそういうのを選んで売ってる、だから本社に発注しないと買えないようなものが今回、はい、手に入るチャンスがあるから、まあ抽選ですけども、抽選、はい、いやいいじゃないですか抽選でも、ちょっとそこら辺も手配してます、ね、はい。でまあ、そもそもがその今ローレンスっていうあの、うん、クリエイティブの責任者ですね、うん、社のクリエイティブディレクター、はい、社長の息子ですね。そうですね、社長の息子ですよ、はい、もう今もうあちこちあの シンガポール行ったりバンコク行ったり韓国行ったり、はい、香港行ったり、もうアジアツアーしてますよ、はい、一人で。あのクレイグ・ジョーンズのタイでのプーケットのセミナーに合わせて今アジアツアーしてる、ね、なんかあれみたいですね、その要はトレーニングキャンプなのかな、何日間かやるやつにちょっとそれ便乗タオルで乗っかったみたいで、でそれにくっついてる、なんかあの今本当あちこち行ってるよね。だからその、はい、今だってハイパーフライはあのシンガポールはないよね。ないですね、けどアジアにはちょこちょこあるもんね、はい、オーストラリアを拠点にして、うん、まあ、そのオーストラリアが、まあ、東アジアとか東南アジアとかも、うん、あの見てるんですけども、うんうん、まあそうですね、そこら辺と絡んでるのか分かんないですけど、ね、あとまあ韓国にあるんで韓国にも、うん、今多分今週は韓国にいると思います、うんうん、昨日ぐらいまで香港にいたと思うんで、で来週から最初の日曜日から日本に来て、うん、まあ、ビジネスミーティングとかしつつ、うん、その仕上げとしてちょっとオープンマット最後に、はい、じゃあこの日本から終わっても香港帰るのかな、帰りますね、翌日に多分帰ると。じゃあもう本当にもうアジアツアーの最後ということで、はい、じゃあもうローレンスのもう最後の思い出作りのオープンマット、はいはい、じゃあローレンス自体も今紫かな、今紫ですね、けど紫って相当長い間の紫なんだよね。長いと思います。はい、でローレンスもあれどこでやってるんだろう今、あの、うん、アリアンスのサンディエゴでやってたってるよね、はい、でその前だったら、あそこあのヒベイロ、ヒベイロもだってもともとハイパーフライだってヒベイロ兄弟と一緒にやってたもんね。はい、ドゥオア大時代だよね。ドゥオア大時代、やっぱりだからあの所属してないけどなんかちょこちょこ練習してだから所属しないと帯もらえないみたいなのがあるから、それもあってちょっと帯が長いのかなと思うけど、いやローレンスもスパーリングできちゃうんですかね。いや、できると思います。お、はい、そこはちょっと。じゃあ支店長ともできるんですか。支店長は、まあ、してもしょうがないんじゃないですかね。支店長とやらないんですか。そうです、一応じゃあ道着だけは持ってくるようにします。一応白帯ですけどワールドチャンピオンですからねそうですね、いや SJJIF のワールドチャンピオンあ、そうですね、そこ言っとかないと、はい、SJJIF ですよ、はい、SJJIF のワールドチャンピオン、あとは、台湾チャンピオン、あとはどこチャンピオンですか。そのぐらいですかね、はい、いや一応だから昔は試合とか出てましたね、試合出てました、ちょこちょこ試合出てました最近はもう全然やってないですけど、はい、でも元々ミューズで始めて、はい、もう俺のクラスでやってたくせに、はい、今俺のクラスは寄りつきましませんよ、はい、イグル行っちゃったり、もうイグル行っちゃったり、はい、もう土曜日行っちゃったり、もう全然行きはしないですから、はい、もうそんな感じですよそうですね、まあちらほら今応募も昨日から、あ、じゃあこれはあれですね、その、はい、サイトとかじゃなくて、はい、インスタとかの DM で申し込みなんですよね。はい、申し込みは、ハイパーフライジャパンのインスタグラムに、まあ、DM いただくか、はい、それからメールアドレスを出してますので、はい、そっちの方にメールに、こちらに、はい、ここにお願いします、はいはい、でこれ参加費は無料です。無料ですよ、はい、ダーターで、だからダーターで、いやそのホベルツとか山中君だったり誰々の、はい、テクニックが教われて、さらにみんなとスパーリングができて、うん、さらにお土産ももらえる可能性がある、可能性もある、ただでもらえちゃう、いやこれはいいんじゃないでしょうか、もうこれはもうね、本当お見逃せないんじゃないでしょうか、けどもう本当ギリギリになっちゃったんでね、告知が。そうですね、そうなんです、はい、ちょっとギリギリになっちゃった、はい、まあ、しかもゴールデンウィークの初日っていうことで、すで、うん、にもう予定入れてたりするかもしれないんですけど、だってその日はだって俺は全日本オープンですからね、横浜分隊に行ってるし、はい、あと他のところ練習会があったりしますからね。そうなんです、ね、そうなんですよ、はい、だからそういうの勝ち上がっちゃってるから、はい、けどそこしかやる日がないっていうことでやらざるを得ないというか、でけどそこでもし今そういうのが何もないよっていう方でいたら、ちょっと道着持ってフラッと行けば、はい、ぜひいいんじゃないでしょうか、はい、もう道着も何着ててももうピンクだろうが、うん、はい、他ブランドだろうが、はい、
ブルテレだろうか、何着てようが、バニラ着物でも大丈夫です。大丈夫です、はい、何着ても大丈夫です。でそこで一緒に練習して、いやいいんじゃないですかこれは。なんだでその日本3つ買いモデルがもらえるかもしれない。だって要は入れば一定じゃんけん大会だからなんだかでもらえるんでしょ、はい、誰も持ってないですから日本のそうですよ、サポート選手も僕も、はい、そんなものがもらえるかもしれないんだから、はい、ぜひぜひあのこれはいいんじゃないでしょうか、はい、もうカルペディエム披露もねこの機会に行ってみてください。でかいし、で披露道場そうですね、なんか見る機会にもしていただけるといいかなって思います。そう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 、であとあれもあのグッズもすげえいっぱい売ってますよ、うん、あのアイアンマンでしょ、はあ、アイアンマンもあるしそのカウンターがあるの見るのかもしれない、うん、結構今あのグッズで入ってすぐの横のところにグッズコーナーもあるし、あとはまあもちろんシャワー、更衣室完備、あの更衣室なんて俺んちよりでかいですからねうちのあのアパートよりでかいなあのあのアパートよりでかいんだ、俺んちよりでかい、あの更衣室小岩配送センターよりでかいです、住めるじゃねえとここみたいなちょっといいと思いますよ、あれはあれもトレーニングルームもある、トレーニングルームもあるし、いやこんな充実してんだって、自販機もあるし、自販機あるし、はあ、でちょっと今外ではテラスもあるからね、あそうですね、この時期いいんじゃないですか、ね、テラスでだってあそこで、ね、あのバーベキューパーティーとかできますよ、ね、いやあんなところでやったら近隣に煙で怒られるからアリス川公園ですか、はあ、近くに、ね、いやすごいよ、綺麗な公園もありますから、はい、まあ、広尾駅からねもう徒歩5分もかかんないと思いますよ、うん、でポルシェの真ん前ですよ、そうっすよね、高級車今1階にねあのあのウェルシアできましたから、あああれなんかドラッグストア、ドラッグストアのウェルシアの2階ですね、もう非常にいいと思いますよ、ちょっと観光があったらいいんじゃないでしょうか、道場見学何時からですか、14時、2時からですね、2時から、はい、で1時半会場、1時半ぐらいに会場するようなので、はい、そうですね、で先着順なので、まあ、もしあ行きたいなって思ったら気軽に応募してもらえればと思いますので、うん、そうですね、いや今度何よりただですよ、ダーターですよ、もう今はね本当いろんなものがね柔術関連のイベントだったり試合だったりいろんなものあるけど、ただっていうのはね、まあただだから行くっていうのも貧乏性なのかな、貧乏性なのか、それもちょっとあれかなと思うけど、けどまあこれはこれでいいと思いますよ、無料だし、で50人ぐらい、そうですね、はい、来ていただけたら、まあ、50人も全然入れますからね、あそこはね、でまあそこでまあそういうハイパーフライのね、トップ選手たちと。で肌合わせてテクニックを覚えてお土産もらっていい一日になるじゃないですか、ローレンスと絡んでもしかしたら、ね、なんかあるかもしれないですもんね、君いいねなんつって、はいはい、それこそ庭メンバーなんかも、あ庭兄弟、ね、庭兄弟本社ですね、庭兄弟本社なので、ミレーナ香織も参加するんですかね、ミレーナはなんか30日から東京来るみたいなこと言ってた、はい、じゃあ一日ずれてるっていうね、はい、本当タイミング悪いですからね、はい、交渉してみます、香織ちゃんは、はい、まあまあそういうのもありますから、これはこれで非常にいいと思います、ハイパーフライね、今頑張ってますからね、でここで、いろんなイベントある中でもこれでバチッとゴールデンウィークの、ドア玉を飾るのはいいんじゃないでしょうか、ハイパーフライオープンマット4月29日日曜日、東京、土曜日、はい、東京疲労のカルペディエム疲労で、2時から開催です、参加費無料、申し込みはメールまたは、ハイパーフライジャパンのインスタグラムからの DM から、送ってください、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということでお送りしてきました BJJ ウェーブ、この多分忍者フェイスカバープレゼンツになってから初じゃないでしょうか、支店長、そうですね、1回ぐらいあったかもしれないですけど、はい、ほぼ初だと思います、いやもう元だけど、それ元で言えばそれ BJJ ウェーブの元最初の初期メンバーですからねそうです、ね、BJJ ウェーブから支店長が抜け、ハイパーフライジャパンから俺が抜けるみたいなだからここら辺でちょっとぐっちゃぐちゃになってますよ、だって BJJ ウェーブだって最初もう何年経ちますか、2016年ですよ、あれ16年ですか、2016年です、だって本当は2020年に、はい、あの5周年だからイベントやりましょうって言ったんだから、したらコロナになって全部すっ飛んじゃって、だから2016年は今何年目、16、17、18、19、20、22、23、8年目ですよ、すごい、8年前に、そうですよ、君はいろいろだからこれをだからね、俺偉いでしょ、こうやってずっと続けてるってずっと続けてますよ、あれ8年、じゃあ8年以上僕も充実やってるんだ、やってるんじゃないですか、でその他に1回目がちょうどこういうところでやったんじゃない、あそれ多分1回じゃなかったですか、いや違う、ボリューム0はね、針山くんもいたんだよ、
春山くん、成田くん、俺で、もう勇の店員中里くんで、後に勇辞めて VHS に行き、はい、今 VHS も、からファイタースタンドになって、ファイタースタンドも辞めて、ファイタースタンド以前に辞めたかな、今どこ行って何やってるのか分かんないけど、そうですね、そうですよ。そして誰もいなくなったって言って俺だけになってるんだから海外収録とかもありましたもんね。ありました、エミリーさんちとかで。あ、ありました。はい、そうだから、その時々 の、まあ、ジュースプリストとかって、あの当時あのイゴールの青瓶、イゴール対アンディ・ムラサキのヨーロピアンでの試合とか配信してたりするんだよ。やっぱそういう、イゴール対アンディ・ムラサキ青瓶の時の試合なのみたいな感じで今見たりすると結構興味深かったりするじゃん、うん、けど2016年の呪術ニュースを今から聞く人ってあんまなくない？これって本当に聞き直すってないから、だからこれも読み、聞き捨てられるというか、はい、まあ、だって普通のあれなわけじゃん、あの呪術の、まあ、その時々のあれ、ね、のやつをやってるから、だっていついつ何時のニュースをもう一回聞きましょうみたいな、あんまよっぽど問題発言しない限り聞かないでしょ。それでも炎上とかしない限り、問題発言、そうそう、掘られる可能性はあるかもしれない。いや結構ね、掘られる大変なんで、ケツ穴確定になっちゃうんで、そこら辺ちょっと気をつけないといけないんで。雑な配信の時もそうありますよ。だからそうなってくるから、問題発言とかもあるから、今掘り返されてることあれなんだけど、はい、だそうなってくるから、うん、やっぱけどこの時々、今日話してるけど、この間の大会どうだった、うん、で今度の大会でこの選手が出ます、で今度こういうイベントがあります。だってハイパーフロージャパン そのオープンマット あのインフォメーションでどんなことをやるのかってまだ発表してないですからね。これから発表されていくんですか？そうですね、ちょっとあの参加してくれる選手のこととか、うんうん、あ、そうです、誰が出るっていうのはこれからどんどん出てきてね、はい、ちょろちょろ出していこうかなと思ってます。でこれはね、ブラジルブログに載りませんから、この情報は。やっぱそこは大人の事情で。そうなんですよ、あの昔もね、あの VCS プレゼンツだったりファイターズサードプレゼンツの時には、ね、あのハイパーフライって言えないみたいなのと同じようなあの政治的な事情がありますから、やっぱそうなってくると、あの、まあ、こういうニュートラルの場、あと呪術ナードのツイッター、インスタグラム、フェイスブックと BJJ ウェーブで、告知していくしかないという感じだから。とはいえ、あともう10日ぐらいしかないですからね。そうですね、やばいですね。この1週間ぐらいでババババッと告知していって、はい、やっていきたいと思っております。あ、ここで、お便りを募集しております。はい、で最近レターの方もあのスタンド FM の方には来るんですよ。やっぱメールとかだとメールアドレスバレるから嫌なのかなみたいな。あ、そういうのあるんで、レターだと来るんですよ。え、でもレターってどういうことですか？あ、もうスタンド、そう、このビジューウェーブもそのテーマごとに切って音声版にしてスタンド F に流したりするのよ。でそうなってくるとスタンド F の方にレターが来ると、あれ匿名だから誰が言ってるかも分からないの。けどここのメールアドレスに入れちゃうと誰が送ったかって分かるわけじゃん、はい、ステアドとかで。なるほど、だからそういうのもあるのかな。ちょっと、まあ、スタンド FM の方でもいいですけど、それがもうあのおはがきにしてもらうとか、ね、そう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 、あ、おはがきで不幸の手紙みたいなミューズに来るみたいな。でそういうのだからミューズに昔だってありましたからね、あの不幸の手紙じゃなくて、なんだっけ、怪文書、怪文書、怪文書来たりしてました。怪文書会も掘ればあるんじゃないですか。そう、ここにピラピラして見えないようにして怪文書が来ましたっつってね、はい、あれもやりましたから。結構ホットなトークやってるんですけどね、だからキワキワのやつがやってました。そう、結構ね、キワを攻めてて、はい、鼠径部を鼠径部をやあのちょっと攻めていくところで、はい、ちょっとそこら辺もちょっと注目しつつ、はい、はい、よろしくお願いします。お便りテーマは何でもいいんですか？お便り結構何でもいいですよ。これはどうなんだとか、いや結構そう、そうあるんだけど全然答えてないんだけど、今度答えますね。それも折を見て。でやっぱそういう風にまあ、問題提起じゃないけど、結構今も SNS で結構いろいろやいやいや言ってるじゃん。あ、はい、でそういうのもあったり。まあ、けどこれは、まあ、俺の意見を言う、俺が
どう思ってるか、俺はこう思ってるか、だからここのチョイスするやつだと俺がやってるわけだから、うん、だからまあそれは俺個人 の, あのイメージだから、まあ、それはそこで、ね、いいのかなって思ってるし、うん、であの前は、ね、スポンサー様から結構あのこういう話題はどうなんだみたいなことを結構言われてたけど最近 の,、ね、この忍者フェイスカバー様は結構あの寛容な、はい、あのことなので、はい、結構その内容とかには別にあの 特別なしく、うん、だからいろんな本当多岐にわたることをできると思うので、はい、それはそれでいいと思うので、まあね、いろんなことをまたやっていければいいなと思っておりますので、だからその成田支店長も久しぶりに来てください、はい、たまには僕もだいぶちょっと今動けるようになってきたんで、あ、そうです、あ、そうです、ロサンゼルスから収録やりますからね、あ、そうですね、ロサンゼルス会はあの前回はラスベガス会、はい、あの1個お蔵入りになったやつもありますからね成田支店長が黙るっていうねあれはさすがにあのお蔵入りになりましたからねありましたね、そうですね、そうですよ、そういうお蔵になってるやつもありますから、貴重ですね、それはあれですか、ボーイズの方に入ると見られたりするんですか、いやー、出したかな、はあ、はい、そういうのもありますよ、ロサンゼルスはね、もう1ヶ月後ですよ、ムンジャル、もうムンジャルまでもうすぐですから、だからで、まあ、ロサンゼルス行ったらそこでまたいろいろやれるかな、そっか、来週ブラジレーロですもんね、そう、来週ブラジレーロでダニール浜崎が出るブラジレーロ、いや、楽しみですね、でその1ヶ月、その1ヶ月後にもうロサンゼルスですよ、うん、ロサンゼルスでもうムンジャルなんてもうその日その日に取って取って出しでやってますからね、はい、でこれはもう BJG ウェーブバッチリと、ロサンゼルス出張編ということで、はい、やっていきますので、そちらの方もお楽しみください、で次週の BJG ウェーブは全日本オープン見どころ紹介、これを呪術ナビ編集長新明くん、石井道場代表石井さん、そして俺のこの3人の、指揮者が指揮、もうおじさん、呪術おじさん3人がもう絵面が俺今日もね1人アシスタントいるはずだったんですが、あれ体調不良でドテキャンです、あの寒暖差が激しいです、ね、そうなんですよ、もう最近ねもう全然もう男2人だとやっぱね数字悪いんですよ、あ、そうですか、数字悪いやっぱ1人女子いるとじゃあサムネに入るわけじゃん、はい、やっぱそれ違うと思いますよ、やっぱカルベデム披露 の, かあの看板があるもそうじゃない、いきなり入って、はい、男2人が、ね、スマホいじりながら押すなんて言われるよりは可愛い女の子がいた方がいいわけじゃないですか、看板があるは来てくれないんですか、ね、看板があるじゃあバイトだって言うから時給払えば来てくれるかもしれない、看板があると一緒にやれる日が来ればこれはこれでありがたいなと思っておりますので、そちらの方もねお楽しみにしてください、忍者フェイスカバープレゼンツ BJ ウェーブ、橋岡喜也でした。成田でした。また次回お目にかかれると思います。さよなら。